中井益太郎10月13日から1969年10月11日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。鳥取県出身。1917年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、歩兵少尉に任官。1930年11月、陸軍大学校を卒業し、陸軍士官学校に配属された。1939年3月、歩兵大佐に昇進。同年9月、支那派遣軍府となり日中戦争に出征。第21軍高級参謀を経て、1940年2月、第22軍高級参謀に就任。同年6月、大本営府となり、同年9月、インド支那派遣軍参謀として、北部仏印進駐に従事。同年12月、陸軍歩兵学校教官に発令された。1941年3月、第20師団参謀長となり、朝鮮に赴任し太平洋戦争を迎えた。1943年1月、第20師団は東部ニューギニアに派遣され、ニューギニアの戦いに参戦。同年8月、陸軍少将に進級し、第20歩兵団長に就任。1944年4月、片桐茂師団長が戦死したため、翌月、師団長心得に就任。1945年4月、陸軍中将に進級し、第20師団長に親補された。オーストラリア軍と戦闘を交える中で終戦を迎えた。ありがとうございます。